はい、おはようございます。本日は2月3日の節分でございます。 Vlog みたいな感じになるのかな。ちょっとご飯準備するところと恵方巻き食べるところと、あと鬼襲来のシーンを撮影していこうと思います。まあ、今年も例に漏れず恵方巻きを準備しようと思うんですが、もうね、もうちょっと聞いてほしいんだけど、もう本当にもう無気力がすごくて、今申し訳ない、もうね、もうイベントとかをちゃんとできないのが子供たちにマジで申し訳ないなっていう感じで、なんかその負のループに今陥ってるんだけど、ちょっと頑張って動画を回してやる気出そうっていう感じで頑張ります。鬼さんのセットを買いました。これがね、またちょっと怖いのよ結構怖くない？しかも作りもあの100均のお面とかと違ってしっかりしたやつだから結構怖いと思うのよね。全身のコスプレとあの金棒のバルーンが入ってます。まあ、もう泣くほどあれではないのかなとは思うんだけど、ちょっと最後楽しみにしていてください。カツラも入ってます。これは膨らました方がいいんじゃないかなと思うんだけど、今お昼寝してるから、そうやるなら今のうちに。で、今の時間が4時で、ちょっと早いんだけど、まあ早めにちょっと準備しようかなと思って、もう始めていきたいと思います。やばい、無気力の時ってもうこの一個一個の動作の間がやばいのよね。ちなみに今日はね、できました？はい、ありがとうございます。怖くない？結構見た？割と結構怖いでしょ。割と今まで何にもだったからね。かわいい爪、マグネット初めて入れてみました。かわいい、今までで一番似合ってるかもしれない。ほんと？うん。海鮮白子もあります。ほんとに？うん、最高やん。でもお酒飲まない？あ、飲んじゃおうか。あれ、私飛び子買わなかった？レイさん買い忘れた。全部揃ってる時ってないよね、うち買ったよ。うそん。あ、はい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 、思い出した。これはね、昨日おでんにして、おでんの余り、あと半分ぐらいあるから。熱いよ。大丈夫だよ、熱くないよ。鶏胸肉をハムみたいな作ったんだけど、2日放置してます熟成まず椎茸の甘煮と卵焼きを作っていきます。の前に乾杯しましょう。最近でもお酒飲んでないんだよね。あ、そうなの？お疲れ。なんかやる気出てきたわ。やっぱね、カメラ回すとやる気出る。そうなの？それまでさっきひどかったもんね。あ、やりたくない。もうね、本当にね、やってない自分にも嫌気がさしてくるんだよ。子供ですね。椎茸入れて、みりん、醤油、だしの素、砂糖、厚焼き卵を作ります。節分イベントはさ、めんどくさいってあんまりなかったんだけど、そうじゃないところでも今年はね、本当にね、申し訳ないんだけど飾りもしてないし、もうかろうじて鬼のセットを買っただけ。あとお豆と、もうこの1週間頭痛が止まらなくて、止まらない、治らない、気圧差、寒暖差らへんかなと思うんですけど、一昨日力を振り絞って買い物に行ったんだけど、あの病人だと思われてたと思う。すっぴんでさ、ここまでジャンバー上げてさ、マスクして、あの帽子かぶって行ったんだけど、こんな感じで歩いてたのね頭痛すぎて。スーパー寒いしさ、もうね、こんな悠長にね、気力ないとか言ってらんなくて。今月末にねーね受験あるでしょ。で、来月卒業式あるでしょ、ねーねの。で、合格発表があって、高校の準備をそこでしなきゃいけないわけですよ。晴れたら、まあ今度晴れたらですよ、もちろんそれはみんなそうですが、高校生になれたならば、3月に今度はまた進級準備があるわけです。かける3、ケイシンは年長さんになるし、ひなみは年少に上がるし、ニーニーはね、多分2年生になっても制服とかジャージ何も変わんないんだけど、ワッペン付けとか保育園はしなきゃいけないから、3月がやばい、一番やばいのは高校準備だと思う。
高校の採寸とかして制服買って、こっから3年間、うん、そういうのが続く。そうなんです。ね、ケイシンが年長だからランドセル買いに行かなきゃいけないでしょ。まあ、それはね。ケイシンさ、赤いランドセルがいいんだって。ケイシンはきっと今は赤がいいけどさ、6年生とかになって後悔するのはかわいそうじゃん。まあね。だからね、もうこうどうなんだろう、みんないますか、男の子で赤買ってどうだったっていう子。ケイシンの赤はさ、ヒーローの赤じゃなくてスパイダーマンの赤でしょ。そう、スパイダーマンの。あと赤が単純に好き。うん、こんな時代もいいよね、なんか好きな色着れるとかさ、うん、で、赤の次の候補もあって、ディーゼルの金色。え、さすがに可愛いよ。登下校とかなんか怖いもん、あんなんしてた、うん、まあでも最終的に決めるのは決心だから。そうそう、赤になるんじゃない。赤の色味によるよね。まあそんなこんなで忙しい春を過ごせそうです。何やってんの。いや、ずっと考えてんだよね。今年ネーネが上がるから、来年の今頃はさ、ケイシンが上がるイベントじゃん。来年はそう、ケイシン小学生 で再来年はニーニが上がるのと、ひなみは一緒じゃないか。違うよね、再来年。そうだよね、だから再来年は違う。ネーネ、ケイシン、ニーニ、その後ひなみ来るよね。ちょっと待って。来る来る来る。ちょっと待って、今年ネーネ高校生、うん、来年ケイシン小学生になる。そうそう、その後3年だから受験で高校生になる。そしたらケイシンが、あ、ひなみが小学生。そう、4年間ずっと。で、ひなみの小学生の時には時にネーネは卒業かもしんない。うわー、カツちゃんがすごい可愛いと思う、綺麗だと思う、女優は。エマ・ワトソン。エマ・ワトソンより全然可愛い。俺はオファーが来なかったことはね、プロデューサーとかが知らないだけだと思ってるから。ほんと恥ずかしいよ。具材を切っていきます。これは昨日半分使ったサーモン。今日は10本いってみましょう、うん、きゅうりはいつもは6等分にします。半分にして3等分。今日の鬼役をどっちがやろうかっていうので迷ってて、ダダはさ、退出した途端もう悟られるのよ、あ、来るなってね。だから相手の私で行こうかなっていう案もあるんだけど、どっちがいいでしょう。まあ一瞬誰っていうのあるだろうけど、声ですぐ分かっちゃうだろうしな、勘もいいからママでしょってなっちゃいそうでな。ね、なんか第三者に頼めればよかったんだけど、ちょっと都合が合わなくて。骨すごい。珍しいね。ビンチョウマグロ、結局ビンチョウがお安いです、いつも。こちらビンチョウも2個あるので、5-5で。どうしたら怖いかな。で、いきなり入ってくるもんだからのびっくり、さらに、え、これダダがやるんじゃないの、じゃあこれ誰っていうびっくり。マグロたたき、とびっこ。で、ネーネとチビたちは食べれないので、この串付きのフランクを巻きます。人気ないかな、鮭のがいいか。鮭とどっちも作ろうか。そうだね。海鮮10本、ソーセージ1本、鮭2本。多分ネーネがバター醤油巻いてって言って1本。ソーセージ2本でもいいんじゃない？食べれるかな？食べれるか？うん。15本。大葉は絶対入れた方がいいよね。絶対だね。あとデザートでチュロスがあります。絵本巻きみたいな感じ。細長いからみたいな。三線チュロス。いや、ロールケーキ今年もやろうと思ったの。やる気がね、いいかなって思って帰ってきちゃった。うん、いいよ。あとダダの好きなマダラシラッコ。もう今結構ね、今年は1年間自重して遠出しなかったんだけど。今年はそうだったね。そう、なんかさ、インフルも流行ってたし、ねえねえ受験だしで行きたいなっていう欲も今高まってるので、春休みに、この忙しい春休みに旅行とか遠出できたらいいなと思います。多分卒業旅行みたいな感じかなと思う。いい感じじゃない？ご機嫌斜めですか？どうしてご機嫌斜めなの？ひらこ、ポン酢かけて、おネギさんとちょっとやっといてください。はい、はい、ご飯。じ
酢飯にします。はい、どん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 巻いていきます。巻くよ。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、いきます。完成、1本目。そう、キンパも作ろうかなって思ったんだけど、それなら海鮮の量を増やしてほしいっていうことで海鮮巻きが多めです。ケイシンは鮭とソーセージ食べれる？食べれる。ネーネーは？何もいいよ。バター巻くの？巻きたいからご飯、ちょっとご飯作っといて。今日ニーニーはね、友達と結構遠くまで自転車で遊び行っちゃって、もうぼちぼち帰ってくんじゃないかなと思うけど。なーに？YouTube。 ねえ、そんな YouTube 見なくても大丈夫です。卵入れるの忘れてた。一つだけもなく豆準備、あ、じゃあさ、豆の準備してくんない？ケイシン、はい、ちょっと待ってね。卵入れただけですごい大きい。やば、この大きさちょっとやば。ケイシン、このまま食べたい？こうやって切った方がいい？半分切って半分いく。半分いく。豆と、今年はダイソーでのマスみたいな紙なんだけど、お豆入りな、これ開けて全部豆を入れてください。あ、はい、これも足していいから。でかっ、わしもらうわ。お兄ちゃんの、え、でかいの行きたい？え、でしょう、うん、え、投げてない、投げてない。こぼしたこぼすのは構わないけど。ナロくん、おりなんの？いや、どうかな、なろうかな。ダダが鬼じゃないの？ダダが鬼になるかな。いや、ひなみ泣いちゃう？うん、ひなみ泣いちゃうよね。ね、おじいちゃんのパンツがいっぱいくるちょいちょ、トラオケワでケワケワでで。ちなみに去年はひなみさんが泣きました。で、前々回かな、ケイシンが泣いたのは。その時はひなみは泣かなかったのよ。なんとラブだから、まあ、うん、そうね、わからず、ねねに抱かれてた。ねえ、これおじこは普通に大きい。ねえ、一人だけ多い、それ。個人の豆なんかちょっと美味しい。美味しいんだ、その顔で険しい顔してるけどな。ねえ、まあ、これどうと思う？その1、2、3番目の人だけめっちゃ多くない？3番目。そうか、おいしい。こちら今7本目です。え、測んなくていいよ、ある程度同じぐらいかなっていうので、ケイシンが決めていいよ。じゃあこんぐらい。早い。よいよ、あんな言ってたくせに。じゃあこれケイシン。ね、だから その1個多いんでしょ、自覚あんでしょうよ。何でもいい。だってどれがケイシンになるかわかんないよ。だいぶ上つけてある。うまくいくんじゃないでしょうか。具材がね、枯渇してね、だいぶ細い巻きになってきた。みんなもこうやってこうか。ほら、あれと全然違うでしょ。今3歳でしょ、だからお豆3つしか食べちゃダメなんだよ。分かったらしい。すげえちゃんと分かったらしい。ひなみ、ひなみ、ひなみ。どうしたどうした？食べちゃうの？食べちゃうの？ひなみ。もう終わり。食べるの終わり。分かった。あれ、ひなみさっき分かったって言ったの？分かってる。分かってる。もう1個ぐらい食べても大丈夫だよ。まだ食べてる。もう1個。腹減っちゃってるんだ。早く。もう1個食べていい？早く食事。見て、このキュウリ。雰囲気だけじゃん。個性があるんだよ、我が家の。ニーニー、今日節分的に。おかえり。疲れた？うん。今日おでんあるっしょ？おでんあるよ。お腹空いた。うわ、太巻きだ。ニーニー。ニーニー。10本あります。いつもより多いです。すごいのが出来上がりそうな最後の1本。最後はもう全部入れちゃうから。わあ。はい、10本できました。子供巻きです。ダメよ。まずはソーセージを巻きます。
これ二本ぐらい。四。ソーセージと鮭のが人気だった気がするの。はい、こちらは鮭。三個でお願いします。何を？そのまんま食べるかどっちがいい？そのまんま。そのまんま？半分ぐらいにする？でっかいの。でっかいのね。じゃあ鬼から電話やんなきゃいいでしょ。左ビビってるって言いながらさ、ケンシンのがビビってるじゃん。でも電話切んないと。ねえ、ミミとメメちょっと来て。電話消してほしいんだって。こちらも5本完成しました。やばい、重量がすごい。恵方巻きとチキンサラダとおでんです。おでん食べる人やだ。いいの？やだ。今年の食べる時の方角を発表します。ダン、あっち、あっちの壁。へー、皿やった。あっちだよ。あっこっちですよ、こっちですよ。もう喋ってる。お願い事しながら食べるんだよ。そうだ、女の子にモテますように。これ食べるときにやる。ダメ、大丈夫。キティちゃんこプリンセスになれますようにってお願いします。じゃあサンタさんに。サンタさん、確かに誰にってちゃんと言わないと。サンタさん、神様にかな。おじいちゃん、おじいちゃんみたいな。プリンセスひなみなりますように。おひなみ頑張れ。いただきます。ゴブレス、勝負。ひなみ座って。すごい、ひなみ詰まっちゃいそう。すごい、すごい、ひなみ行け。ラミネル、ラミネル。やばいやばい。一回口離しな。ねえ、ママの下こぼせるに。あら、ゆっくり食べないよ、詰まっちゃうからね。二人とも、もうそうこう言ってるうちねえねえ一本終わり。一番ケンシン半分終わった。半分のやつ食べた。全部食べた？あ、すごいじゃん。ケイシン2番。1番だよ。あ、1番？すごいじゃん。ひなみがすごすぎる。カブトムシです。カブトムシです。カブトムシ。あ、2人終わったの？1本。すごい。ダダも終わった。ひなみすごい、あのヨータに食べ方似てる。あ、に浜寿司。お口が可愛い。あ、毎回超えてくる。美味しい？うまかった。いか笑くない？ごちそうさまでした。かっこ悪い。どほうぶん？あら、ごちそうさま。これ美味しそう。え、一本いった感じ出してるよね。ママ今日チュロスやる？やる。その前に、じゃあ、倒そう。その前に、じゃあ、鬼からとこ。ねえ、ねえ、これ食べて。これ、ねえ、食べれないのばっかやん。チュロス、コストコのチュロス。このチュロス、このチュロス結構美味しいんだけど。これを焼きます。ダイヤってる。ダダ、いけ。ダダ、目つぶって。ケイちゃん、これさ、これ半分にしたケイシンのやつ、ひなみより食べてないですよ。鮭なの？お兄さんに負けちゃう。でも大丈夫、パワー強いから。誰が？ケイシン。それ。ピース。あ、プリンセスになっちゃった。もうやばいでしょ、お腹いっぱいでしょ。うん。あと半分ある、食べる？食べる？昨日から覚醒してるわ。どうぞ。ねえ、今からチュロス。輪郭変わっとるで。ほんとだ。めっちゃ入ってる。大丈夫ですか？全然大丈夫。全然大丈夫。みん
筋肉が3本目いきました。ママ飲み慣れたら言ってあげて。うん、おいしい。出来上がりました。ちょっと巻いた。これは生地についてるシナモン。結構このままでも美味しいんだけどね。はい、ママちょっと食べる。すごいほくろできてる。オッケー、うん、このまんまやっていいの？はい、おいしい。チュロスいらないの？いる。これ、豆用意しとくから。今日開ける私が悪いですね。あとちょっと待って。ユーシーめっちゃビビってたね。やだ、だろうにやだ、だろうにやだ、だろうにやだ。どっちが怖いでしょ。どっちも。ママがギューしてればいいよ。ママにギュー。あ、あ、み、ま、大丈夫。ママちょっとも。なになに。ギューする。ギューする。頑張れ。あ、ケイシン帰りたいんだって。あー、来たは本当かも。あ、だから手でやってんだ、背伸びして。いや。いや。じゃあ。手やばいってない。え、開けたらやばいと思うよ。似合うじゃん。もうこっち見てよ。似合う似合う。ちょっとマリオに影響受けてる。ユニバ帰りだよ。ニーニーにお返しされちゃうよ。あ。待って。はい、ということで我が家の節分は今年はもう計画性のないドタバタな感じで終わってしまいました。バイバーイ。おねばい。